いわね。そんなこと言ってたの？死ねよあいつ。相変わらず口悪いなお前。イディオタ。言語系。私ほど演技できる高校生そうそういないから。じゃあどうして今回あんななんだよ。今回のドラマはこれから売りたいモデルをとにかくいっぱい出して。 ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. イケメン好きな女性層にリーチする企画なのよ。だけどそれじゃあ作品が破綻する。演技が売りの私をヒロインに起用してる。 Eso lo explica todo. それにしてはお前の演技ぬるくね。抑えてるに決まってるでしょ。周りの役者は揃いも揃って大根役者ばっ。Oh, estoy rodeada de tontos. 人は人に強くしてもらうものさ。笑ってこらんよ。メインキャストの中でまともに演技できるの私だけなのよ。はい、めかごいなぷーた。私だって全力で演技したいわよ。上手い演技といい作品作りは別。確かにこの作品は企画からして売り手の都合が前に出すぎてる。Gracias, me gusta el dinero. 1話の撮影で原作者の先生が現場に来た時、あの失望した顔はきつかったわ。La decepción. La traición, amigo. 役者や裏方さん、個人個人は精一杯やっててくれる人や原作ファンのために少しでもいい作品にしたい。せめて見れる作品にする。 Así se habla. Ya lo oyeron. そのためなら下手くそな演技もする。自分の役者としての評価を下げてもか。役者に大事なのってコミュ力よ。クペヨクペヨ。確かに売れてたけど他人をないがしろにしてた。だから旬が過ぎればあっという間に仕事がなくなった。それが大事なんだって気づいた。 Ahora yo qué hago con esta mierda. 差し詰め今の私は画を通さず作品の品質貢献に努めるが、その辺わきまえてるから起用してくれたんだよ。ブラボーブラボー。 Este sí es mi ídolo. いつの間にか協調性なんか持つようになっちゃって。私大人だから。まあモデルどもと張っても負けない顔の良さもあるだろう。 Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. 役者って自信家しかいねえよな。というわけで撮影は明日、来週オンエアだから本読みすっ飛ばして即リハ即撮影だからよろ。わお、ケベロシ。スケジュールも終わってんな。あんたの役の子がごねて降りてリスケになって大変だったの。あんまり美味しい役じゃないから。 La verdad, las cosas como son. だからこそあんたをねじ込めたんだけど。ガキの頃同じことした俺に散々言ってくれたよな。懐かしいわね。 Sí, qué bellos recuerdos de cuando no traí todavía seguía vivaSolo la conocí una hora y media, pero me dolerá toda la vida. 今度は私がやる側になるとはね。汚い大人になってしまったものよ。笑ってんじゃねえ。Risa fingida que oculta dolor. でも今なら監督の気持ちもわかる。アクアを誘った理由はもうわかってくれたよね。Sí, pero dilo tú primero. 誰にボロクソ言われようとも大根と言われてもいい。お願い。私と一緒にいい作品を作って、あんたとならできると思うの。じゃあおいでアクア、haz lo que te lo ordeno tu waifu。Porque me lo ordenó。ダメな企画に演技のできない役者陣。話を聞いてから改めて見ると、脚本と演出は役者に合わせているのがわかる。El para qué cosa de quién？見れる作品にするテクがそこらで使われていることに気づく。裏方は優秀、ヒロインはバリバリの実力派。なんかやりようはありそうだな。Bien dicho, Arturo. Claro que si tú demuestras quién manda, coño, sácate el miembro y ponlo aquí encima de la mesa y pártelo. Eso, Aqua, sí me gusta. Ayudando a cumplir sus sueños a tu waifu pelirroja. Pero bueno, como ya saben, si les gustó el video, por favor no olviden suscribirse, dejar su like y también comentar qué les pareció el capítulo. También recuerda que puedes pasarte a mi link de Neva si te quieres comprar unos jueguitos de mona china más baratos. Lo dejo en la descripción. Y bueno, ya por último le mando un gran abrazo a todos mis miembros del canal. Muchas gracias por todo, mis sevencitos. Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente y adiós.